国道4号起点日本橋中央の日本国道路原表国道4号終点、ボスト青森市長島青森県庁前、交差点国道4号は東京都中央区から栃木県宇都宮市、福島県福島市、宮城県仙台市、岩手県盛岡市を経て、青森県青森市に至る一般国道である。国道4号起点東京都中央区。 日本橋日本国道路原表があることでも知られる東京都中央区の日本橋を起点に埼玉県や北、関東、東北地方を従官する栃木県、福島県、宮城県、岩手県の各県庁所在地を経て本州最北県である青森県で県庁がある青森市長島2丁目の青い森公園前とを結ぶ延長約 836km の一般国道で 主な通過、2019年4月1日現在、総延長は国道58号に次ぐ第2位、実延長及び原動区間の延長が日本一長い国道である。江戸時代の五街道の一つである日光街道や欧州街道を踏襲する道筋で、高速道路では東北自動車道、鉄道では東北新幹線や東北本線とおおむね並行する経路を取る。 埼玉県越谷市から栃木県宇都宮市にかけて、原道の東側で並行するバイパス道路である、新4号国道があり、大規模なバイパス整備が進められている。国道の振動が開通すれば、旧道は国道の指定を外されることが多い日本の国道の中でも、その旧道が国道指定を未だ解かれていない珍しい路線でもある。活動路線は、新道、 旧道ともに国直轄国道であり、非常に珍しい。国道4号は、日光街道、欧州街道及びその延長区間の白川から、函館間を継承している。一級国道の時代で道路が改良される以前までは、奥の細道さながらの悪路が続いていたという。空旅、船旅、汽車の旅、中古文庫に収録された。作家、阿川博之著。 一級国道を行くの記事によれば、1958年に一級国道4号をトヨペットクラウンで走行して、東京花巻間を旅行した時には、舗装された箇所はごくわずかで、ぬかるんだ悪路が続き、強行軍で丸二日を要したとされている。その後、昭和時代の後半には、急激に道路改良がなされて、バイパスも数多く作られていった。都内の区間は、都内で、 震度6弱以上を観測する地震が発生した場合の緊急自動車専用路及び緊急交通路に指定されている。ここでは、旧道が他の国道、都県道、市町村道等に降格され、原道となっている路線は、祭事、旧道が原道のままであり、本来のバイパス機能を持つ路線は、渋谷バイパス、岩手県盛岡市渋谷付近トンネル日本一長い、 国道であるが、トンネルは4箇所しかない。国道4号は、各県の県庁所在地など都市部を多くを通り、平地が多く山岳地をあまり通らないことから、起点、日本橋から約590キロメートル離れた、岩手県一戸町に位置する、小津なぎトンネルが、最初のトンネルとなる。橋梁道の駅森岡市南仙北2丁目国道4号は、国道1号と並び、 日本一多くの都道府県をつなぐ国道の一つで、東京都埼玉県、茨城県、栃木県、福島県、宮城県、岩手県、青森県の8、都県を通過する。新4号国道が茨城県から栃木県に入った後、もう一度茨城県の有機市をかすめて再び、栃木県に入るため、県境を越える数は国道1号よりも多い。東北自動車道とは、 滝沢島での区間にわたって、ほぼ並走する。また、鉄道路線では、ほぼ全区間にわたり、東北新幹線、東北本線、IGR 岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線と並走する一時資料。ありがとうございます。